せーの、キャバナオーレ、ゆら、しげ、ゆき、お願いします。本日は、一度はやってみたかった、小さな挑戦。はい、本日はですね、一人じゃやってなかったけど、まあちょっと挑戦してみたいなって思ってたことが、まあそれぞれあったかと思うんですよ。そうですね。それをまあ今日はみんなでやってみようじゃないかということで。夢の企画やん。はい。ちび夢叶っちゃう。そう、ちび夢やな。やったー。あー、やったー。やったでは、僕から挑戦したいと思います。おー、ちょっと、あーって言っといて。あーあー、目をお開けください。せーの、パッ。あー、ポン・デ・リングをいっぱい食べたい。すごー、すごー。え、これ幸せじゃない？これめっちゃ幸せかも。で、ちなみに、うん、まあなんか俺が挑戦したかった したいのは5つ食べることで、10個とかはちょっとさすがにこの楽しさじゃないやん。ほんまガチ挑戦になるから、で俺は5つ食べたいけど、うん、まあ2人には、まあ、3つずつ、もうなん言ったらワンプレートが全部ポンデリングやったらみたいな気持ちで、ちょっと挑戦じゃないけど、まあ幸せ感じてもらおうかなと思って。でもいいやつだ。やりすぎだろな。それは俺がしたいことやから。5つきついやろ、ちょっと。5つは無理やろ。無理。5つは無理。やりたいと思わない。3つはちょっとなんか、まあ、いけるな。楽しみじゃない？うん。そう。ということで、5つと3つで食べていこうかなって思います。すげえ。おー、嬉しい。え、いいよな、これ。しかも3つやったらちょうどいい。なあ。5つはいらん。いや、でも5つ食べてんって言ったら結構おもろくない？すごい。うん、まあ、よう食べたなって感じ。え、食べよう。食べよう。食べよう。早速食べましょう。ガムペーしよう。もうガム噛んでたんか。最低やな。やっぱりな、ちょっと臭いと思ってて。そうなん。うん、いいですか。はい。いいですか、これで。はい、では。嬉しい。いただきます。いただきます。え、これってさ、なんかポンデリングってちぎって食べるの、それともはかっていくかな。正味、あの少ないからちぎって食べるんやけど、今日はもう行こうかな。いいよいいよ、やりいいよ。でも手ベタベタするから。いただきます。いただきます。あ、うん、うん、うん、まっ。初めて。あ、2粒一気に食べた。な、2粒なんやな。頑張っても食べるよな。ちょっと飲みもちょうど言おうと思った。うん、ねえ、でも飲みすぎたらちょっと怖いな。でもなんか3個もちょうどいけるもん。全然まだいけるもん。うん、ちょっとチョコ食べたいな。わかる。味変したよな。かわいい。お前って、お前って、ね、ちょうど飲んでるだけ刺さってる。刺さりのり。すげえ。え、何のペーシュなん、まず。なんか酒とか飲んでる。ガムや。最悪や。ガムペーシュよ。もうガム噛んでたんか。最低やな。やっぱりな、ちょっと臭いと思ってて。そうなん。最低。一番嫌あれ。よし、あと3つ残ってるやん。ええー、でも幸せやで、まだ全然。うん。でも結構もう、2個だよ。なんか満足。わかる。え、ちなみに、ミスドいったら何頼む？ポンデリングの1号分かったやつ。うまいわ。じゃあどう？どういうこと？で、この前は抹茶のやつだった、ポンデリング。うん、で、ポンデリングに味ついてるやつが好きや。え、いや、これは頼まんの。頼まん。いや、これ頼まんでいらんの。え、全然嬉しくないやん、じゃあこの3年。でもなんか全然食べへんから、普通に食べれて嬉しい。うん。で、5連するんやったら絶対に言うの、エンゼルフレンチ。これ、えぇ、ー、ゴールデン、うん、なんだっけ、
ボンバー。ボンバー。うーん。あの、つぶつぶのやつ。めめしくてやな。うん。え、あれ好きなん？うん。もういらんなってる。そんなことないよ。俺、三つ目やで。ピロも三つ目終わる。でも、それ二人とも食べ終わった。どう？気持ち的に。あ、不思議なこと考えてたよ。そういうことやろ、どう見ても。そうでしかないやん。ほんまこういうやつ。全食べてくれていい。な。全然食べてくれていいで。最後。幸せでした。やろ？もう4つ目はいらんって感じ。4つ目はいらん。何それ？かわいい。朝ごはんめっちゃ食べてきたな。言ったらよかったな。朝ごはん選んでいい。ごめん、配慮が足りなくて。配慮ゼロはな。いや、したるしたる。なんかこの白いのや、この上のシュガー。それがいいんじゃないの、うん、それなかったらただのポンデやで。じゃあ、リングやで。いや、ここがポンデなわけではないよ。この形とかやろ、絶対。何やそれ。ポンデでもリングでもないやろ。ポンデリング開発した人めっちゃ最強やな。でもミスドで途中から出てきたやんな、これ、うん、小学生、そう、小学生ぐらいの時に出てきたやんな。もう革命やったやんな、うん、もうみんな小僧のようにもうマジでマジでほんまにそんなんやったって。ボン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 、え、ボンボンボンってみんなもうポンデリング、ほんまにもう、もう絶対行ったらポンデリングで、ポンデリングでやったもん、ほんまに。テルレテルレレレテルレ、セブチアだけなんかテテテテテルパ、あうん、それでも TikTok で何かわからんかったわ今マジで。見てない TikTok 見てない、あれじゃないん、シナコココゴ、あ、違う、何それ、何それ、シナコウ、あーシナコウ、いや、もう踊れるんですってやつ。さあ、ラストでもいきますか。頑張れ。でも、幸せやで、全然。まだ。いけ、あともうちょっといけたんじゃん。7個ぐらいいったかな、じゃん。いけたじゃん。7個、え。しょうもない。ゆうきに言われるの嫌よ。俺の挑戦的には、10個なんて、チンコ、チンコ10個、あ、10個、チンコって言ったの。え、最後いただきます。んポンデリングってどうやって作ってるの。なんかこういうこと、丸を作ってくってやってる。いや、違う、なんか絞ったらいい。そうパンパンパンってポインポインって出てくる。ポインポイン、これ3回したら8つになる。4回か。バイン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 ってして8つになって、それを組み合わせてポンデリング、ポインデリングなんやね。あ、そう、ポインデ言うたらな。牛乳味ね。乳出てるよ。ラスト行きまーす。なんか来たな。ポンデリングが可愛くなった。キモー、もう体が勝手に動いたな。あ、ごちそうさまで。どうですか、これは。良き挑戦。良き。ほんなら、はい、目を開けてもらえますか。せーの、バッ。え、何それ、ボール3つボールを入れます。正解です、ジャグリング。ジャグリングです。いいな、確かにやってみたいわ。じゃあまず一旦ゆうきの今の実力をじゃあ見してもらいましょうか。いきます。普通これめっちゃむずない？2つ上げとかなあかんねんな。そうしよう。その原理は分かってる？分かってない。まずステップ1は1つのボールでウォーミングアップです。右手にボールを持ち左手に投げます。で、頭のてっぺんを越すぐらいの高さで山なりで投げましょう。
うん、動かしてあかんでしょ。え、あ、動かしてあかんのか、うん、なんか動かして、ほんま、こんな感じ。あー、まあ、全然動かしてない。で、落ちる場所もほぼ一緒みたいな。そう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 。あ、いいじゃん。ステップ2、2つのボールでリズムになれよう。両手にボールを持ちます。右手のボールを左手に投げて、それをキャッチする前に左手のボールを右手に、キャッチする前にこっちを投げるってこと。ポンポンってやっちゃう。ポン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 。あ、待って、ちょっとむずい。で、左手のボールを投げるとき、その2回目投げるときは右から来たボールの内側を通すように手投げるといいらしい。果たしてる。あーポンポン、いいじゃん。右左ポンポン、そう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 、そうそう、そんな感じだと思う。ポン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 。うんうんうん、ああ待って、そういうことそういうこと。あー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 あああ。で、それができるようになったら逆。ああね。あ、こっちの方がうまい。こっちの方がうまいな。左右、うんうんうん、いいやん。うん、なんかできそう。え、いけそう。え、いけそう。できてるできてる。あ、待ってた。え、待って、めっちゃ上手ちゃう、こっちの方が。え、こっちうまっ。なんでこっちもいい。じゃあ次、3つです。右手に2つ、左手に1つボールを持ちます。右手のボールを1つ左手に投げます。それが落ちてくる前にこっちを投げる。左手を右手に投げます。あとはステップ2でやった右手左手、左手右手を組み合わせて、それで投げて、で落ちてく、こっちが落ちてくる前にこれ投げる。え？そう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 。じゃあさ、パンパンで手叩いててくれる？いいよ。あと15分のチャレンジです。何今の？ノーバグだよ今。なんかどんどんバグってたな今。もうトゥットゥットゥンじゃん。トゥッ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 トゥン、そうトゥッ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 トゥン、そう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 、えー、そうなの、トゥットゥットゥン、あ、そうそうトゥットゥットゥン、あ、そう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 、キャッチがね、おろそかになるな。あれこれいけんの？てってって、すごっ、てってって、てってって、イエーイ。ちょっと待って、てってって、あー、取れたら取れたら、うんうんうん、てってって、あ、あー、そうそうそう、てってって、なんか何をどこで誰何をやってするのかね。ゴッソです。マジで、これの、ちょっとやってみたかったんけど、
なんか一人じゃやらんなと思って、なんでやりましょう。こんなんそれで3回目らしい。ええ、やばくない？え、マジでこれ絶対一人でやらんやろ。やらん。最近ちょっと黄砂とかすごかったやん、うん、やから鼻毛ずっと切ってなかったやん、うん、やからめっちゃ出てくると思う。えぇ、ー、鼻毛なくなったらさ、めっちゃ黄砂入ってくるじゃん。いや、わからん、風邪ひくかもしれない。大丈夫、多分これこれもしね、ゴッソのせい、ゴッソのせいです。ゴッソなんかいいだっていいいいゴッソ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 ッソ。うまい。入れます。お、すごい、ちょっとやりすぎちゃう。やりすぎだ。はい、はい、うわ、嫌やな。いきます。コバナ押さえる。コバナ押さえて1分ぐらい待つ。やっていきます。俺とゆうき、せーの、ポン。うん。ゼロ。ゼロ。失敗してるやん。なんもない。うん、なんもない。ほんまに一軒一本もない、うん。絶対失敗してるやつ。失敗や。大失敗。失敗。え、自分で抜くん？自分がいい。俺がやったら。いや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 、人は嫌。だってな。わ、こっちがや、ちょっとあれかも。行くで。うん。3、2、1。痛い！めっちゃ抜けた！キモーキモー。閲覧注意かもこれ。すげえ。こっちは大丈夫、全然抜けてない。左は全然失敗してる。で、右いった。痛い。え、でも気持ちいい。うわ、すごい、キモー。こんなに鼻毛入ってないよ。はい、ゆらの挑戦は、まあ右だけ成功しました。挑戦というか、まあやってみたいチャレンジや。では、みんな挑戦よく頑張ったねーと思った人は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバーイ。